では始めます、立命館アジア太平洋大学というところから来ました本田亜紀子と石村文江です。よろしくお願いします。今日は研究の発表するというよりも私たちの大学にたくさんいる南アジア出身の学生たちと、日々教えていていろいろ感じることがありますので、もっと南アジアのことについてよく知りたいと思いまして、この会に参加させていただき、ぜひ南アジアで日本語を教えていらっしゃる先生方や勉強されている皆様とお話をしていろいろ教えていただきたいなということで参加いたしました。よろしくお願いします。で今日は私たちの大学にいる南アジア出身の学生たちが、入学してから卒業するまで、どういうようなことを、経験して、で就職してからどのようなことが起こっているかというようなことをインタビューなどを通して調べた結果をお話ししたいと思います。目的としましては、入学から卒業までどういうことが起こって、で今就職していて、でその中から日本語教育の課題というか、私たちのやっている日本語教育の課題というようなことがどんなことがあるかというようなことをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。それでは私たちが所属する立命館アジア太平洋大学は大分県の別府市というところにあります。九州にある大分県です。現在は学生数が約6000人で、そのうち留学生ビザを持っている国際生が約半分、そしてそれ以外の国内生が半分という大学です。国際生は2952人ですが、世界の90の国と地域から学生たちが来ています。2000年の開学以来、143の国と地域から学生が集まっている大学です。でこちら大学のキャンパスなんですが、大学は山の上に位置しています。標高が350メートルで、高いところにありますので、ちょっと、町から離れていますが、そのため勉強するにはいい環境ではないかと思います。で学生たちはこちらの方にある AP ハウスという寮に住んで、国内生と国際生が一緒に寮に住むことでお互い学び合うといったような環境にいます。で、そのような中で、年々、日本にも、留学生が増えていますが、立命館アジア太平洋大学でも、南アジアの学生の数が、増えていまして、2017年度 JASTが出している全国の高等教育に在籍する学生数と比べましても、インドにおいては日本の大学院で勉強する 7.8% の学生が在籍している状況です。その他バングラディッシュ、スリランカ、ネパール、パキスタン、ブータン、モルティブの学生が在籍しています。で実は入ってくる学生の9割以上が日本語がゼロという状況で大学に入ってきて、まず初級のクラスでゼロ初級から初級の後半ぐらいまでを勉強する初級レベルに入ります。これは必須科目で1週間に12コマ、1コマは95分の授業なんですが、それを12コマ1週間でやっていきます。でその他教養科目などについては英語で学ぶような形になっています。で初級と中級が必須科目になっており、中上級、上級というのは選択科目になっていて、南アジアの学生は、実のところ中級ぐらいでちょっと諦めてしまう学生もいるのが現状です。で上級まで終わると、その他にこのような専修科目というような日本語の科目が取れるようになっています。で2013年度の学生の実力試験の結果をちょっと見てみますと、懲戒試験の結果において、南アジアは、グレーの線になりますが、学生が一番多く、取った、試験の結果というのが 40% 以上 59% 未満というところでした。で、これは他の、韓国、中国、東南アジア、中央アジアともあまり、変わりがないような、結果になっていますが、読解試験の結果を見ますと、一番多くの学生が属するのが 20% 以上 39% 未満ということで、これは南アジアだけに限らず、他の地域
で、唯一、まあ、韓国だけがやや高いような状況にあります。で、中上級や上級レベルの懲戒に関しては、南アジアの学生は 60% 以上 79% 未満に一番多くの学生たちが属している状況です。で、読解試験はちょっとバラバラになっていますが、傾向から見るとやや 60% 以下というところに属している学生が多いことが見受けられます。で、すいません、通常、学生たちを教えている先生方に、話を聞くと、南アジアの学生というのは学習面においてはやはり漢字に、どうしても時間がかかってしまうということ、そして同じレベルを、リピートしてしまう学生がいる、それから発音に関しては母語の影響をあまり強く受けていないようだ。で、聞く話すが書く読むよりも優れているといったような学習面で、性格面に関しては物おじせずに日本語で話す、クラスを盛り上げてくれるような存在の学生が多いといったようなことをコメントとして挙げられています。で、そのような学生、先ほど2013年度の実力試験の結果をお見せしましたが、その学生たちが、就職したのが2017年度になります。2017年度の、就職率は全体で 96.6%、国際生に関しては、あちらの 94.2% になりますが、就職が決定した、324名のうち222人が日本国内で就職した学生の数になります。で、そのような学生が、就職した、これは国内生国際生両方含めたものですが、こういった業種のところに、就職をしています。で、2015年度から2017年度を通して、就職率を見るとこのような形になっていて、もちろん韓国中国が分母として大きいものはありますが、バングラディッシュ、スリランカ、ネパールの学生たちも、それぞれ、就職を決めているといったような現状にあります。すみません。で、先ほど、お話ししました実力試験には韓国中国の学生に比べると読解試験なので、やや、差は見られるものの、就職に関しては、結果を出せている状況にあると思います。このような背景のもと、今回の調査の結果を、本題より報告させていただきます。はい、それでは、今回行ったインタビューについてちょっとご説明いたします。まあ、今回は、卒業生の ABC という3名にインタビューしたんですが、A というのがインド出身の学生で、B と C というのはスリランカ出身の学生になります。で、この3人今回インタビューしましたのは、実は2016年の4月に熊本地震というのがありまして、で、その熊本というのは、大分県、私たちの大学のある大分県別府市の隣にありますので、別府も震度6弱という地震がありまして、まあ、その時に学生が、初めての地震の体験で非常に大変な思いをしたということもあって、その時にもこの学生たちにインタビューをしました。で、その時にその時はこの学生たち在学中だったんですが、こういう地震があって怖いことがあって、日本で就職するのは嫌になりましたかというふうに聞いたら、この学生たちは、でも日本でこういうことがあっても、大丈夫だということが分かったので、まあ、日本への愛がもっと強くなったから日本で就職したいと思いましたというような話をしていました。で、そのことがありましたので、その後実際に就職してみて今どんな気持ちでいるかというようなことを聞いてみたいと思ってインタビューしました。で、この3人の卒業生については、ライフストーリーといいますか、まあ、入学してからどんな経験をしましたかということを質問を決めずにずっとインタビューをしていく形のインタビューの仕方をしました。だいたい1人1時間から2時間ぐらいのインタビューをしています。
でその他に私たちの大学で、就職の支援をしているキャリアカウンセラーに特に南アジア出身の学生について、どういう印象がありますかとか、現在の日本企業の就職の傾向はどうなっていますかというようなことで、話を聞きました。それから、この卒業生 B というスリランカ出身の学生が就職した先の会社の人事の方にもちょっとお話を聞きました。でまずこの卒業生 A というインド出身の学生なんですが、この学生は APU に大学に入学した時日本語全く知りませんでした。それで福岡の空港に最初に着いた時にどうやって大学まで行っていいかわからないので、そのまま福岡で一泊野宿をしたそうです。ホームレスと一緒に駅で寝たと言っていました。泣きながら寝たと言っていました。それでもうどうしてこんなことになってしまったんだろうというの非常に大変な経験をしたんですが、そういう中で、それから先ほど言いました AP ハウスという寮の中に入って、いろんな人が国の学生と一緒に暮らすんですが、その中でなかなか友達もできなくて、自分は、省かれているというのは日本の若者の言葉で仲間外れになっているということなんですが、そういうような気持ちを持ったり、人の信頼を得られないというようなことを思ったり、それから一番大変だったのは日本語の授業で、最初にとにかく日本語が分からなくて困ったということを言っていました。ですが、このままで最初の半年間はもう何度も帰ろうと思ったけれども、このまま帰ったら、自分の半年が何だったんだということになるから、このままでは帰れない、悔しいということで一生懸命頑張って、その後いろんな成功体験があってインターンシップをして、で自分がこの会社に入りたいという会社を見つけました。そして、大学に頼らない就職活動というのは実は私たちの大学にはオンキャンパスリクルートといって、大体、400ぐらいの会社が、キャンパスに来て就職面接までしてくれますので、外に行かなくても就職まで決めることができるんですが、この学生はそこに全く参加しないで自分で就職先を決めて行きました。で現在は大手広告代理店と書いてありますが、どなたでもご存知のような有名な会社で、同期の新入社員が134名いるそうですが、その中で採用されたただ一人の外国人ということで頑張ってやっています。でこの次 の, スリランカ出身の学生は、これも今誰でも知っているような大手のエンターテインメントの会社に働いているんですが、この学生も入学した時全く日本語がゼロで、で何て言うんですか、自分が何もできない、ゼロになったような気持ちになったというふうに言っていました。高校時代からニュースキャスターとして仕事をしていたので、そういう経験のある人で、大統領とも顔見知りと言っていましたが、そういう人が日本に来たら何も分からずに、自分がもう全くリセットされてゼロになった。で一番つらかったのは国から小包みが届いた時にお母さんが送ってくれた荷物を受け取ることができない、自分はいないから不在配達表というその紙が入っているんですが、それが読めないのでどうしていいかわからないという、そういうようなこともあって、小包み一つ受け取れない自分になってしまったというのがすごくショックだったそうです。でそれでもやっぱりこのまま負けたままではいたくないというようなことで、挑戦していって、でやはりこの学生も日本で就職したいっていうよりもこの会社に就職したいというところを見つけて就職したということをしています。でちょっと時間がないので端折りますが、キャリアカウンセラーの話として、南アジア出身の学生といって特に特徴があるというわけではないんですが、就職で苦労する学生の特徴というのが
目的がなくて、日本に来ればなんとかなるだろうとか、日本に行ってお金を貯めようっていうような気持ちで来ている人はなかなかうまくいかないことがあるというようなことを言っていました。それから、どうやったらいいか、やり方を教えてくださいというような、その、日本の今就職の場合、仕事を通した自己実現だとか、そんなようなことを考えるところから始まるんですが、そういうことよりもとにかくどうやれば就職できるか、テクニックを教えてくださいというようなことを言う場合には、なかなか就職に結びつくのが難しいかな。それから、特にここでバングラデシュと出ているのは、バングラデシュの学生が一番学生数が多いので、いろいろな学生がいるということで、ちょっと目立つところもあったりするんですが、その中で特にうまくいかない学生については、非常に自分を持っている、自分自身がしっかりできているんだけれども、それが偏った意味の、こうじゃなければいけないっていうようなことをもう自分で決めていて、で人の話を聞いてこう直すということができないということがあって、それが邪魔になってるっていう部分があるかと思う。で、最近の日本の企業の傾向としては、特定の国に進出する、例えば以前だったらバングラデシュに進出したいからバングラデシュの学生を採用したいという企業が多かったんですが、現在はそういう企業はだんだん減っていて、とにかく外国人人材を会社の中に入れたいということで、じゃあ外国人人材としてどんな人を採用したいかっていうと、複数の言語の能力があって、でヒューマンスキルというか、人間力、コミュニケーション力があるような人を、採用したいという考えになっているそうです。でそういう場合、日本人の学生と同じような枠組みで採用が決められたりするので、これから少し、外国人留学生の就職っていうのもちょっと変わってくるのかなというようなことが言われあるそうです。でこの、卒業生の AB、 すいません AB というのは、先ほどの名島先生のお話にもあったような、非常にシチズンシップというか、人の話をきちんと聞いて共感してというような、で相手を尊重するというようなことが能力に長けている人です。でもう一人卒業生 C というのは、結局就職したんですが辞めてしまうということになりました。でこの学生の場合、なぜ辞めたかと言いますと、この学生はモスリムのイスラム教徒の学生 で金曜日のお祈りに会社が行かせてくれなかったということが一番なんていうか納得できないというようなところがあって、それで結局辞めるというようなことになりました。で今まとめとして、日本社会で求められている外国人人材というのは、複数の言語の能力があって人間力のある人ということなんですが、その人間力というのは周りの人とうまくできるようなコミュニケーション能力で、周りを巻き込んで周囲を変えていってほしい、会社を変えていってほしいというような期待がされているようです。でただでそのコミュニケーション能力というのは、実は、話すような能力というよりも、相手のことを理解できる共感力とかっていうようなものが強く求められていて、で南アジアの学生の特徴として、コミュニケーション力は非常に高くて、話すのは上手なんですが聞くのが苦手という傾向があるようにすいません思います。でこうある学生は聞く話す読む書くの中でどれが一番得意ですかと言ったら、自分は話すのが一番得意ですと言いました。でちょっと聞いてわからない時でも、何か話して言ってしまえば会話できているような感じになるから、とりあえず話すで話せばいいから、話すのが一番楽だというふうに言っていました。で、ちょっとそういうようなところが南アジア出身の学生の落とし穴としてあるのではないかな。その先ほどのキャリアカウンセラーの言っていた、その自分の意見を曲げないっていうようなところが、こう自分のこう決めてしまったところから相手の話を聞いて理解して、それで自分を変えていくとか、その相手を尊重するとかっていうようなところがちょっと足りない場合があるかなっていうようなところがあります。それから
あと一番苦手なのは漢字というところで、でこれから私たちが日本語教育の中で一番求められるのはその聞く力ということですが、それは単に聞き取りの能力という意味ではなくて、相手の話を理解して共感を示して、でそれを自分と、先ほど同島先生のお話にあった自分と異なる価値観というようなものを尊重していくっていうような、そういう力をきちんと育てていくことっていうのが私たちの課題かなというふうに思っています。また漢字でつまずく学生が多いんですが、そこの部分で漢字を乗り越えられたら、そこで達成感というか自信をつけられるということもありますので、そういう成功体験みたいなものをぜひ身につけていってほしいなというふうに思います。で最後にこういうことが課題というふうに言いましたが、私たち日々の授業の中でその課題に取り組んでいきたいとは思いますが、ただ日本語教育の課題として、その日本社会が求める人材を養成すればいいのかっていうところが一番ちょっと私たちが今疑問に思っているところで、その日本の企業の方が先ほどのムスリムの学生のように金曜日にどうしてもお祈りに行きたいということを全く理解しないっていうような、そういうその日本の企業 でただ外国人人材が入ってきて、会社を変えてくれることを期待するだけっていうような、そういう日本の企業とか日本社会とかというようなものに対しても、私たちが何かの形で働きかけていくことができたらいいのではないかなというふうに思っています。では先ほどの那島先生のお話にもあったような、その日本社会のそのシティズンシップをどういうふうに育てていくかということになるかと思うんですが、そういうところに関して私たちができることが何かあったら、やっぱりただその学生を合わせるだけではなくて、その学生が受け入れてもらえる社会を作るために何かをしたいというのが今の私たちが考えていることです。すいません、長くなって。